トレブリンカ強制収容所、もしくはトレブリンカ絶滅収容所は、ワルシャーから北東約 90km に存在した、ナチスドイツの強制収容所である。ポーランドのユダヤ人絶滅を目的とした、ラインハルト作戦にのっとって作られた3、大絶滅収容所の一つである。1942年7月23日の開所から1943年10月19日に、 放棄されるまでの約14ヶ月の間に、ここで殺害されたユダヤ人の数は73万人以上に上る。イスラエルのヤドバシェムに展示されているトレブリンカの看板1942年5月に、リハルト・トマラ新英隊隊員の指揮により建設工事が開始された。建設工事は、リーグニッツのシェーン・ブルン社とワルシャワのシュミット・ミュンスターマン社が受け負い、作業員として、 ワルシャワゲットのユダヤ人たちが動員された。建設案については、トマラは自身が建設指揮を取ったソビボル強制収容所に多くの部分を習った。1942年7月より、エルビン・ダムベルト新兵隊後長の指揮のもと、ガス室が稼働を開始して、ユダヤ人絶滅作戦が開始された。トレブリンカには主にワルシャワ地方やラドム地方、ビアビストク地方、 ルブリン地方、マケドニアトラキア地方、ドイツ本国、テレージエンシュタットから、ユダヤ人が移送されてきた。送られてきたものは、トレブリン化到着後、数時間のうちに殺害されている。1943年8月2日、ユダヤ人特別労務班の反乱が起こり、収容所内の建物を放火して、ほとんどを焼き払い、収容所にいた1000人の囚人のうち600人ほどが、 混乱に乗じて脱走に成功した。しかしその後新英隊の捜索でほとんどの者のは再度捕獲された。戦後まで生き残ったのは100人ほどであったという。この大規模脱走事件を機に収容所は解体されることになった。8月18日と19日のビアウィストク月頭からの非創者8000人のガス殺を最後の活動としてトレブリンカの施設は爆破され、 犠牲者の遺体は掘り起こされ焼却された。しかしこの折に周囲の町々までその悪臭が漂ったため、遺体処分後土地は改めて整地されてその上に、ウクライナ系の農民たちの家を建てさせ、通常の農地であるかのように偽装し、隠蔽が図られた。これらの隠蔽工作もユダヤ人労働者を使用して行われ、彼らは、 すべての隠蔽作業が完了した1943年11月17日に全員銃殺された。トレブリンカ強制収容所は先に建設された2つの強制収容所と類似した設計になっていた。収容所の敷地は区形であり、面積は13.5ヘクタール。高さ3メートルの鉄条網や機関銃とサーチライトの備わった監視塔で囲まれていた。 絶滅収容所であったため一般の強制収容所と比べると手狭であった。付近に人家は少なくビルケナウ強制収容所のような鉄道の引っ込み線が設けられた。収容所内は第1収容区と第2収容区に分かれ、第1収容区には入り口、事務所、厨房、倉庫、作業場、菜園、100人から140人ほどの ウクライナ人監視の宿舎などがあった。第二収容区は、ユダヤ人特別労務班のバラック、脱衣バラック、ガス室、遺体焼却施設、共同墓地が存在し、ここで虐殺が行われていた。親衛隊員は20名ほどであり、収容所の養殖について、ウクライナ人監視たちを指揮した。彼らは、入り口の近くの武器庫の側で暮らしていた。ガス室は、ソビボールと、 同傾で4メートル四方、高さ2.6メートル。一見シャワー室に見えるよう天井に給水管に見せかけたパイプが走っており、そこにディーゼルエンジンから排出される一酸化炭素を流し大量殺戮を行っていた。トレブリンカへの鉄道線路跡前日のように、収容所は証拠隠滅のためナチスによって徹底的に破壊されたため当時の建物は一つも残っていない。 現在の収容所跡地には、鉄道の引き込み線や、犠牲者の持ち物などを焼却した竪穴、ガス室の存在を示す地下からの換気のための煙突が、地表付近に、いくつか覗いているが、これらはいずれも復元されたものである。しかし移送されてきた、ユダヤ人たちが降り立った、プラットホーム跡、収容所へ向かう鉄道の視線が通されていた獣道、そしてたくさんの慰霊碑や、記念碑などが、 当時の面影を忍ばせている。近隣に鉄道路線はなく、訪問者の多くは1時間半の道のりを、ワルシャワで観光バスなどのチャーター便もしくはレンタカーを仕立ててくる。史跡としての整備は最小限に止められ、収容所、跡地周辺もパンフレットなどを販売する売店が散在する程度で、宿泊施設も存在せず、外国から訪れるには相応の準備を必要とする。 日本語文献英語版文献ありがとうございます。